祭り屋台の引き回し風景森の祭りは、静岡県周知郡森町で行われる祭礼。本校では特に森町森の三島神社を中心として行われる演習森の祭りについて扱う。三島神社三島神社の祭礼がいつ頃から現在のような様式で行われるようになったかは明らかではないが、文久の大喧嘩の時代にはすでに現在のような二輪屋台があったことから、少なくとも、 江戸時代中高期まで遡ることができると言われる。その頃は、旧森町村の三島神社と、金守神社の宇治湖町だけの祭礼であったが、幕末から大正期にかけて、町の細分化や、近隣の天宮村、城下村、湖面村などとの合併とも、相まって、三花町が十が町に増えた。そのため金守神社、稲荷社、谷本神社、 天形神社と合同で祭典を執行するようになっている。霊祭は各神社ごとに実施している。毎時を地面を歩かせずに屋台で神社から自宅に送り返す、毎時開始の風習が有名で森の祭りの名物の一つともなっており、近隣の他地域でも毎時開始を採用している祭礼がある。祭礼は11月1日から3日までの3日間で行われていたが、 2004年より11月第1週の金土日用の3日間で行われる。森の祭りには3種の部学があり、毎年各町から1名ずつ選ばれる毎時によって奉納される。森の祭りの部学は比較的新しい行事であるため、国の重要向け民族文化財に指定されているとう海森町の部学には含まれていない。森の祭りの部学を奉納する子供を毎時と呼ぶ。 毎時は毎年各張から一名ずつ選び出され、三島神社で上記の部学を奉納する。毎時に選ばれた子供の家では、毎時の名前と奉納する舞を対処する看板が立ち、祭りの風物詩ともなっている。毎時の家ではお祝いのムードが高まり、その点では浜松祭りの植後に近いようにも見えるが、毎時は毎年各張一人ずつだけであること、 誕生祝いではない上に実際に武学を奉納する役を担うことなどから、毎時に選出された名誉の要素が強い。毎時に選ばれると、祭典の最終日は神社から自宅までの帰り道を歩かずに、町の若手が屋台と肩車で送っていく。これを毎時開始という。毎時開始は1924年、乙女の舞の奉納の際に、 三島神社の宮司が考案したものとされている。森町の祭り屋台は、演習独特の二輪屋台である。俗に、御所者型と言われるが、実際の牛車と異なり、屋上には飛べ甲乱で囲まれた浜床があり、屋上に、出し人形が飾られている。また他の二輪屋台の祭りの地域と異なり、漆塗りの屋台が多いことも特徴である。これは、 森の祭りに限らず森町一帯の祭り屋台に共通する特徴で森町南部の飯田地区までほとんどが漆塗りである。一方で森の祭りは喧嘩祭りの通称がある通り荒祭りとしても知られる。喧嘩祭りと呼ばれるようになった起源とされるのが1863年の文久の大喧嘩である。この喧嘩は三島神社の祭礼当日に 秋葉神社の使者が森町の町内を通った際、使者に屋台を壊されたことから、本町と屋台を壊された下河原町との間で起きた騒動である。これにより、三島神社の祭りは明治初期まで中止されることになった。それだけでなく森の祭りは、遠州地方の中でも最も激しい祭りとしても知られ、昭和40年代までは数年に一度のありで、 採点期間中の暴力事件が見られ、1973年には2日、連続で死者の出る事故まで発生、警察による屋台引き回し中止の勧告を招く事態となった。この暴力事件を重く見た各庁の役員や採点本部は、1974年に祭りの大改革に着手、絶対無事故で採点を行うことを宣言。各庁の会所で、 絶対無事故の掛け軸をかけ、モラルの向上、喧嘩の防止を呼びかけている。それ以降祭りのモラルは飛躍的に向上し、荒々しくも規立、統制の取れた祭りとして知られるようになってきている。ありがとうございます。